さあ、ということで続きでやっていきましょう。後日の、収録となりました。収録2日目でございます。おはようございます。現在午前11時39分くらいかな。で、今日から多分ね、がっつりねやると思うんで、何時間か、皆さんよろしくお願いします。で、前回のパート1で、サハスラーラさんのところに行ってくれって話だったので、とりあえず行って行きましょう。お城の、お城の東言ってたな。だからとりあえず、あれこっちじゃないか。どうやって行くんだっけ。地図を見ていきましょう。これ上からの方が早いな。よし。あの兵士追いかけてきとるが、やめてほしいな。完全にストーカー行為だもんな、あんな緑の仮面かぶってな。よしよしよし。敵とかもな、やっぱり道中の敵っていうのは倒しといた方がいいのかな。ルピー欲しいしな、単純に。お前とかな。よし、倒したところでな出てこなきゃ意味ねえんだよな。あ、いていてあ、そうだ、後日の、後日っていうか、パート1上げてからのこれ収録なんで、ちょっとね、パート1のコメントを見させていただきました。思った以上に、何ですか、ネタバレコメントっていうのがあって、それやめてもらいたいなと思いながら俺、本当に知らなかったのは、ソードのレベルが 4まであるっていうやつ。あれなんなん、あんなあかんやん、あんな言うたらあかんやんびっくりしたわ。どうでもいい豆知識とか披露するならまだしも、攻略はあかんですよ。あ、こっち行ったらあかんわ。こっから右か、こっちか。思った以上にコメントするやつ、だからコメントするやつね、大体特定できんだよね俺のスーパーマリオ RPG アルマゲドンの実況、多分やってるやつ、見てくれてるやつが大半だと思うわ、打ってくれてんの囲いしかいねえ俺の実況は囲いしかいねえ。新しい人がね、絶対来ないっていう、これこのまま落ちればよかったのか。確かこの辺じゃなかった？あ、ここだ、ここだ。多分、この中にいるんでしょう。あ、いたいたいた。いかにもわしが長老であり、七賢者の子孫の一人、サハスラーラじゃ。なんと、炎症よ。幼いお前が、大麻の剣を、大麻の剣か。お、求めておるのか。じゃが、あの剣は誰でも使えるわけではのうてな。3匹の魔物を倒し3つの勲章を、これペンダントの話やな、手にした勇者だけが使い手になれるとハイリアの民は伝えとる。はい、読んでみるか。もちろんです。もしならば、いや、よしならば、この神殿にある勇気の紋章を手に入れることができるか。見事持ち帰ったならば、わしの知っている話を教えてやろう。さあ、神殿へ行くがよろしい。ありがとうございます。爆弾ねえか。上も破壊したいな。出た、どこだっけ。あ、すぐそこじゃん。あー、なんかね、赤いペンダントね、ゲットするのにね、ちっちゃい時すごい苦労したの覚えてるわ。そう、お前的なの知ってるわ。いたいた、このやつ。4発か。おお、やったー、矢をゲット。矢をゲットって言っても弓がなきゃ意味ねえんだから。弓どうやってゲットするんだっけな。後々のストーリーでゲットできたっけな。特殊な取り方だっけな。忘れてるな。死ね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 。城の入り口、やべ、城の入り口はこっち、あれこっちだってんのか。不安やな。ほら、落ちれる落ちれる。こっちこっち。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。
青い変身も OK。 やっぱ来るか。こんどいてこんどいて。危ない危ない危ない。あんまり雑魚にね、かまってられないっちゃあるから。わ、開いた。え、でも左と右気になるな。とりあえず左と、えい、はい、なんもない。じゃあ右は、右も何もなさそうだな。ほらな、やっぱりやっぱりな、だと思ったわ。何のために作ったんだろう、この城の神殿の管理人は何を考えてんだか。よし、初めてのこのダンジョン系だから、多分ね、ギミックは少ないと思うんだよね。だけど焦らず行こうね、とりあえず。割と入り組んでる。お、宝箱。ルピー、 ルピー欲しかったけど、別に宝箱で欲しいとは思わないな。地図開いても出ないよな。でも自分で探索しないと。でも多分っていうか、確かね、マップってね、どの神殿も一つはあったはずなんだよ。まずそれをね、見つけ出して出すっていうことがね、先決なの。おお、懐かしい。確か、ほらほらほら、幼い頃これでむちゃくちゃ遊んでたわ。殺さないでな、寸止め系で。懐かしいな。じゃあ倒そうか。2発か。こいつ倒すのにもね、割とちっちゃい時は苦戦したんだよな。めんどいめんどいって。1秒でも早くクリアしたいよ俺からしたら。もうこれはね、ストレスでしかないから。右に宝箱あってね。あ、うわ懐かしい。確かこのゲームです一番最強じゃなかったっけ。こいつ絶対倒せないんだよね。いや確かね、倒し方なかったはず。あったっけな、これラスボスより強いとか言ってたやつじゃないの。ダラララーン、マップを手に入れた。 X ボタンプッシュ。さあ教えてタモーレ。あ、なんぞ俺。次どこ行ってる。あ、1階と2階だけか。まあ、とりあえず、うん、下の方になんか道あったけど、どうやって行くんだ。なんか、あ、左上になんか入り口あるね。あれか、下落ちてか。あー、ここ落ちれへんか。じゃあこっから行くよな、左から。さてさて、多いなー切れないよし、ありがとう、ルピーありがとうございます。あー、めんどくせえな、やっぱこいつ。ハートもありがとうございます。いやいやいや、でもな、弓が欲しいんだけどな。はい、何もあらへん。ルピー、おいおい、いきなりやな。あの演出的には、おお、爆弾ゲット。喋らせて。演出的にはあれか、下のこの骸骨が復活したっちゅうことかな。演出やな、好きだよそういうの。はい、ありがとうございます。最後の一人は壺で破壊だ。はい、OKです。宝箱、コンパス、コンパス、これでボスの位置がわかる。まあだろうな、うん、そこしかねえだろそこしかねえよな。うわ、なんかこれなんかあったんじゃない。印象よ、わしじゃ、あ、サハスラーだかこれどうやって話しかけてんだろうな。俺この仕組みがね、どうも分かんなくてね。多分なんか空気口みたいなのが
あるんだろうな。そっから多分サハスラーラさんが喋ってて、多分これゼルダ姫みたいなテレパシーじゃと同じじゃないんじゃないかな、おそらくね。スピーカーみたいなもんでしょう。お前に助言を与えよう。この神殿にある宝は硬い鎧をまとった魔物をも倒せるはずじゃ。必ず見つけなされ。硬い鎧、あ、キランが散った。じゃあこれは入り口じゃなくて下から上に行く道なのかな。硬い鎧、いや、そんなにね、矢いらないのよ。いや、やべ、こいつ覚えてるけど、確か弓矢とかで倒すんじゃなかったっけ。倒せんよな、やめとこう。鍵がかかっている、大きな鍵があれば開けられそうだ。大きな鍵って分かるの？なんで分かるの？あと説明では大きな鍵としか書いてないけど、なんか形がいびつだったりさ、そういう説明はないんだ。いや、やべやべ、あれやべ、あ、開いた開いた、あーやべ、最悪、また押しちゃった。ランニングさせられてる。入ろう入ろう。暗いよ。あ、当たんね。よし、あぶれ。振り向き、よしよし、これで全員倒したぞ。全員倒したけど、あ、今鍵ゲットしたか。すっかり忘れてた。鍵をゲットしたことに忘れてた。で、ここ開くのか。よしよし。で、このまま左に行くと、あ、行けないところに行けるのか。なかなかここの弾のギミック、普通に。余裕で簡単だったな。うわうわ、何これ、気持ち悪、キモいな。無視しとこう。あべべべ、この野郎、逃げんな逃げんなって。あと、ちった。いやー、鍵、大きな鍵ね。はいはい。大きな鍵って、さっきの、あれか。大きな宝箱の鍵と同じ鍵か。同じ鍵で開けられんの？セキュリティザルだな。めちゃくちゃザルだな。あれ？こいつって、あれ、弓がねえと倒せねえんじゃねえか？ブーメランで、ブーメラン効かんか。でも爆弾で爆発させるっていうあれでもなかった気するけど、どうするんやろ。あれ、何発攻撃しても、あれ、どうすんだろう。あ、ツボか、ツボで攻撃か、こうか。おし、うわ、そっか、全員倒すとあいつが暴れ出すって仕組みか。よしよしよし、宝箱、大きな鍵、よしよし。ちょ、入ってこないの、階段のおかげで入ってこない。よし、で一応ここ開けて、あ、そうするとこっちからショートカットで右の宝箱のところに行けるっちゅうことや。それだけのためにあれあるんだ。なんかしょうもないの。おお、来たー、弓だー。そっか、この大きな宝箱は弓、うわ、なになに、ちょちょちょ、やめてやめて、なんやねん、どっかどこ行くねー、どこ行くんや、あいつ腹立つわ。
ヒット&アウェイ作戦とか。あの骸骨結構頭ええの、腹立つの。はい、デュクシということでね。よし、デュクシということで、あぶれつけよう。これがあるから、壺があるから、目覚ましておこう。で、鍵ゲットのまず、まあ律儀にこいつも殺しておきましょう。よいしょ、オッケー。で、あぶれあぶれ、よし。あ、なんか右にもなんか入り口なかった、気のせいかな。ほら右にやっぱあってね。なんや、あ、俺今2回見てたわ。1回か、こっち。うわーうわーうわーんうわーん、金だ、危ない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 、いけー、危ねー。今かすったよな。今俺絶対かすったって。ノーダメ感謝や。アクションゲーム俺これうまいのかよう分からんの。いやあ、危ねー。どうにかしてあいつ倒したいよな。あべ、あ、そうだそうだ、弓矢の存在忘れてた。よし、一発オッケー。やべ、弓矢と壺があれば俺勝てるな。うわこれめんどくさいやつよ。あれ4つスイッチあるから多分どれかがダミーだろう、押しちゃいけないやつなんだろう。で、本物が1つみたいな。右上からブツブツしかねえよな。お、押せねえのか、くそ、押せねえのか。じゃあ左の2つのどっちか、危ない。ここ、まずここで止まってだ、まず下だな。くそ、全部外した。よし、まあとりあえず危ない。骸骨来てるな。っていうか、あの目玉のやつ赤いやん。うそ、壺が食らわない。マジか、弓矢で攻撃するしかねえか。あ、でも2発で勝てんだ。よしよしよし、そこまで強敵じゃなかったら、こいつなあ、ジャラジャラしてるやつルピーよく落とすからありがたいよね。起きろ起きろ、あーん、あぶねえ。よいしょい、オッケーオッケー。あともうちょっとでボスじゃない、ボスだったー。懐かしい。じゃ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 、まあいいや、やろうやろう。これはね、多分弓矢が有効なのかな。当たらへんのけ。今動き出すんかい。でも全然覚えてへん。どうしたらいいの。しかねえかな。あ、変に弓矢で攻撃しない方がいいかな。やばいやばい、あ、よし、一体倒した。やばいやばいやばい、これ下手くそすぎる。あ、弓矢いいね。よしよし、やっぱ弱点やなんやな。オッケーオッケー、
これも勝てるだろ。でも満身はあかんな。くそ、あれこの耐久力は。おい、うわっ、くそ、やばいやばいやばい、ここ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 、あれここここ、でも弓矢とか考えたら多分あかんわ。ここここここ、あべえ、ここ、あべえべえべえ、まずい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 、テンパってるテンパってる俺。よいっしゃー、倒したー。器ゲット、ペンダントゲット、よっしゃー、なんとか、なんとか一つ目のペンダントゲットしたけど、あれだな、この先不安だぞ。まずいまずい。勇気の紋章を手に入れた長老サハスラーラに見せるのだ。残りの紋章はあと2つ。ピカーン。よし。じゃあ、ラーラちゃんに、これを見せに行きましょう。お前が邪魔やね。お前が邪魔やね。思わぬ敵。もうええわ、左から行くわ。あいつは降りられない。ラーラちゃん、今から行くよ。ラグいな。これキャプチャー悪いのかな。なんやろな、なんか変だな。なんかカクカクすんな。俺のパソコンのせいかな、やっぱり。よし、やっていこう、続きで。あ、ここハートしかなかったんですよ。おお、なんと勇気の紋章を手に入れたか。ではわしの知っている話をしよう。その昔、ハイリアの王家を守る者たちの一族がおった。彼らは勇気の紋章を司るナイトの一族と呼ばれておったのじゃが、七賢者の封印が行われた時、魔族との戦いでほとんどの者が滅んでしまったのじゃ。そのナイトの一族から勇者が現れるはずなのじゃが、よし、演じようよ。お前を信じよう。残りの紋章を手に入れるがよろしい。それからこれを持っていけ。わしら賢者の一族に伝わる宝、お前に渡そう。お、ペガサスの靴か。はい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 。A ボタンを一定時間押し続けることにより、ダッシュで体当たりできるっちゅう、素晴らしいアイテムです。だからさっきの、あの村にいる、あのお兄ちゃんにね、話しかけてみよう。ハイリア湖の東の洞窟にお前の助けとなるものが隠されておる。手に入れなされ。どこ？ちょっとごめんなさい、もう一回教えて。ハイリアの東、ハイリア湖の東の洞窟にお前、ちょっと待って、まずハイリア湖ってどこやねん。湖やろこれ。これか、こっちか。これを湖とは言わんか。こっちかの東、お前に、が、助けになるもの。なんやろ。哀れやの。哀れやの。当たらへんのか。やめて！あのタコチュー割と腹立つよな。とりあえず。紋章をとりあえず手に入れないといけないんでしょ ?2 つ。そっからだな、話は。金も結構あんねんな。どうしよう。でも、ちょっと、ハイリアの東の方、危ね！そっか、お前カラスみたいな、そんな敵いたな。痛いん！
人、なんかお店っていうか建物入っておきたい。はいはい、いいです、すごくいいです。30ルーピー取られんだろ、いらねえんだもん。一発か、うお、火来た、行き止まりか。お前邪魔やろ。そっか、盾があるから防げるんや。盾って便利やな。はい、壁はめと。リンク有能、リンク超有能で、これで私の家にね、その下ですよ、南の方に行くと多分湖があるんで、後ろから攻撃とはせっこいやつやの、なかなかこっすいやつやの。よしよし、東、湖の東、ん、なやこれ、こんなんあったっけ。空箱はとりあえずゲットしとこう。お、爆弾か。で、これでいけないから戻って、入ったら戻ってねえかな。あ、戻ってるわ。オッケーオッケー。で、よいしょ、嘘、うわー、マジか。まあでも外れを引くっていうのは、あの、ちょっと割とホッとしたわ。そんなにね、あの、一発目から当たり、おっ、おー、やったやった、かけら、あ、4つ集めてハート1個か。なんか半分のかけらとかなかったっけな。湖の東、湖の東、あれ、何もなくね、湖の東？あぶれ！あぶれあぶれあぶれ！湖右かな？あ、いたいたいた。あ、そんなやつ、あ、いたわ。倒せないやつな。ちょっと待って、俺全然関係ないとこ行ってるかい？俺湖ってここのこと言ってんのかな？何、うわべ、無視無視、こんなやつ無視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 。湖の東、俺なんか違うとこ行ってねえか。あ、うっそうっそ、それはないわ。初のゲームオーバーか、これはないわ。うわ、マジか、むっちゃかっこ悪。セーブして続けますよ。はい。あ、あ、こういう風に選べんねや。え？これは何？どうしたらいいの？東の方に、湖の東に行くか、ペンダント取りに行くか。とりあえず村の探索もしたいんだよな。あ、村の探索だったら教会の方が近かったか。あー、もう失敗したわ。じゃあどうしようかな。いや、左下から行けるか。いや、湖はなんか思い出した時に行こう。いやー、こっちで合ってんの？合ってるか。この辺はカットするかカットしないか。道中は、でも見たことない道中だったらカットしない方がいいよな。地図上でこれ何があるんだ、ここ真ん中。まあいつか行ってみよう。あと家は入っとこう、一応。お、なにこれ、
ちゃんとルピー払ってから宝箱が来てくれよ。かけたルピーが増えるか減るか、20ルピーで一発勝負だ。あんだやってみないかい。お、ちょっとやってみようか。真ん中です。テンション下がるだけだわ。20ルピーでお釣りは1ルピーかい。19ルピーの損やな。いやあ、演習を今弟と喧嘩してんだ。壁の通路も塞いでやったい。お、じゃあ余計なことしよう。破壊してあげよう。初爆弾がまさか家の中だと思わなかったわ。ねえ炎症、兄ちゃんの部屋から来たの？兄ちゃんまだ怒ってたかい？いや、そんなことより爆発したことを怒れよ、俺に。で、兄ちゃん壊しちゃったけど？壁を壊しちまったな。仕方ない、仲直りしようか。ちょっと何言ってんのか全然わかんねえわ。アホなんちゃうんか。ここはないな。こんなんあった。15秒以内にゴールへ着いたらいいものあげるよ。用意ドン。うわ、ちょっと待って、道全然覚えてへん。こっちか。おいおい、こんなもん見てる暇があるんやったらさっさとゴールに行かんかい。あ、ミスったな。こっちか。これ15秒無理じゃね。看板読んじゃったし、これ無理じゃね。21秒か。またトライしてください。かけら邪魔だからな。かけらなんていらねえよな。本当の上手い人間はさ、やっぱハートを手に入れないで一発も食らわないでクリアするっていうのが定石だよな。定石？何言ってんの俺。あれ、うわ、これどうやって飛んだっけ。なんか飛ぶもんなかったっけ。あ、これあれ、これって確かこうか。きたー。せやせや、こんなんあったわあったわ。え、ムドラの書を見つけた。ハイリアの民が使った古代文字がこれで読めるぞ。古代文字今んとこ一回も出てきてないけどな。まあ、ええか。さてさて、おっと、実況始まってもう32分を超えていますね。探索したいけどな。いや、どうしようどうしよう。あ、こっちじゃないこっちじゃない。どうしよっかな。ぶっ続けで撮るっていう手もあるんだよな。323。あー、ギリギリダメだったか。一瞬止まったのがちょっと腹立ったな。前はとりあえず小屋をね。さあ、何があるかな。宝箱発見。いらねえ。いらんなー。いやなんて、ダンジョンでどこでも。ここか。よし、ギリギリ。まいた。その足でゼルダ姫をさらったわけかい。そんな悪いやつには見えないけどな。いや、この足で、さすがにこのダッシュではさらってないです。そんな迅速じゃないです俺。とにかくそれだけ足が速いんだったら、いろいろなところに体当たりしてみるといいかもな。この村の木にはお得なものが引っかかってるみたいだしな。よ、まあ試してごらん。え、そんだけ。お得なものってそうでもねえ。そうでもねえな。俺が思ってたのとちょっと違ったな。こことか、あんま出てこへんのかい。確かなんかひび割れてるとこあったよな。そこをちょっと爆発して、爆発させて、お宝のありかを。さてさて。
お金だ。これルピーだったらどうしよう、中身あんま嬉しくねえな。お、ハートのかけらじゃないですか。でもハートのかけらじゃねえんだよな。もっとなんか俺がウィヒーってなるようなものが欲しいんだけど、なかなか見当たらんな。さ、おっと、全回復か。あ、一回限りか。そっかそっか、まあしょうがないよな。この洞窟あったんだ。え、これどうやって行くの。爆弾で壊せる部分もなかった。あ、理解。落ちれんのか、こっから。ビンゴー。やっぱりな、爆弾。よしよし、爆弾嬉しいよ。明るぴー、明るぴー、明るぴー。ルピーじゃねえんだよな。ルピーはそんな嬉しくねえんだよな。おっちゃん、あ、マジで。いや、瓶あるかなと思ってさ。そっかそっか、じゃあどうしよう、あと何もないっけ。これなんかあった気がするな。これ確かどっかから入るんじゃなかったっけ。爆弾仕掛けてみっか。こう何箇所か、この辺とか入れなかったっけな。よっしゃ、もう割と覚えてるもんだな。うえ、ねずこねずこ、あべあべ、死ね死ね、あいや。おお、爆弾か。爆弾で壊して爆弾を得るっていう真理やな。ちょっともう探索これで終わりなんじゃねえかな。もうねえだろうな。もうちょっと収穫が少なかったけど、まあとりあえず今回はこの辺で終わりにしようかな。うん、終わりにしようかな。とりあえずここで終わりにしたいと思います。次のパートではそうね、ハイリアの東のちょっと役に立つものを探す前に、もうちょっと2つ目のペンダント取りに行こうかなとちょっと思っています。うん、やっぱね、ペンダント取りに行ってね、早くマスターソードをゲットしたいっていう欲望が俺にはあるということで、今回このパート2でパート2終了したいと思います。ここまで見てくださって皆様ありがとうございました。それではバイバーイ。こいつを倒してバイバイにしましょう。いやん、いやん。よし、ハート回復ということで、バイバーイ。こんな雑で本当すいません。